はい、皆さんこんにちは。神谷総平です、えー。本日も先週に引き続き事務局長一人語りをお送りしていきたいと思います。 え、ずっと撮ってなかったんですけど、え、最近なんでこう復活したかというとですね、国会が終わって時間ができたからということですね。まあ国会中ですね、まあ本当に時間がないので、まあなかなかこういった動画を撮る時間もなかったんですが、まあ先週から2週連続でお届けをしています。えー、まあ直近の活動ということで、少し報告させてもらいたいんですけども、まあ参政党としてですね、え、これはあの赤坂ニュースでも紹介をしてましたが、え、6月の12日ですね、この参政党ドリルという本を出版いたしました。え、これですね、まあ名前はあの神谷総平編 ということになってるんですけどもあの、えーっと、2022年にですね、選挙前に直前にバタバタっと出した本があるんです、賛成党 Q&A ブックということで、もちろん問いさんも多いかと思うんですけども、まあ、それの改訂版をですね、出そうということで企画をしていたんですが、まあ、見ていくとかなり、あのやっぱりあの特貫工事で作ったので、まあ、選挙までに急いで1か月ぐらいで作ったのがありえないスピードでしたね。 で、なぜあれバタバタと作ったかというと、あの、結局参政党って新しい政党ですから、あの、皆さんですね、よくわからない。わからない中で、こう、誹謗中傷とか偽の情報、偽情報がですね、いっぱい拡散されたんですね。例えば参政党は、あの、水道を民営化しようとしてるとかですね、参政党はバックに何かいるんだとかですね、あの、いろんなことを、ないことないことを言われてきました。はい。まあ、そういったことを、まあ、ネットでも、あの、 反論はしてたんですけども、もうキリがなかったので、一回ちょっと本にちゃんとまとめてですね、活字読んでもらおうという趣旨で出したのがサンセット Q&A ブックでしたね。けど一方で、まあ、あの、まあ、これ私に責任があるんですけど、私が最後、あの、わーっと読んでチェックは、ご自殺字とかチェックしてたの私なので、あれなんですけど、やっぱ表現が不適切だったり、ちょっとですね、あの、えっと、 ね、出版側の提案とかで、こう濁して書いた部分とかもあって、その部分もまた指摘を受けたので、まあそれをあの、もうかなりクリアにして、用語の使い方とかもですね、かなりクリアに、 聞いましたで、まあ、農業のこととかもですね。あの、なんか、参政党は、観光農業を潰そうとしてるんだ、とかですね。それもずっと言われて。あとなんか、あの、動画でもな言ってますけど、なんか、ジャンボタニシ農法を推奨してるとかですね。はい。<laughs> そんなこと言ってませんと。ホームページとかに書いてあるんですけど、まあ、それについてもですね、あの、 農業のことについてもしっかりと、あの、言葉を足しておかないと、やっぱり、こう、端的に言ったり、あと間違った単語、適切でない単語を使っちゃったりすると、そこだけ切り取られて一人歩き済むので、まあそういったことを改めて精査していこうということで、まああの、私は監修はしましたけれども、えー、っと、そうだな、3分の1ぐらいは私が、バーと書いたんですけど、残りの3分の2は、えー、当院の皆さん。 ですとか、前回あった原稿、と誰がもう書いたのか分からなくなってるんですけど、2年前のは。そういったものをリライトしてもらってですね、はい、まとめ直したもので、全部でですね、Q&A が81かな、えー、あごめんなさい、71ですね、8章71もありまして、あの、非常にわかりやすく書かれています。それからあと、あのー、 結構ですね、あの、年配の方なんか活字読みたいとおっしゃいますので、あえて大きい文字にしてですね、あまり字を詰め込まずに、はい、大きい文字にして、まあ読みやすくしたというような工夫もしております。から、あと、巻末にはですね、やっぱ我々どうしても歴史の話を入れているんですね。その時に、まあ特にやっぱりキーポイントになるのが大東亜戦争ですよ。1941年か45年あった大東亜戦争。 これがですね、まあどういった経緯で始まって、どうやって終わったのかというところはですね、あの、公式見解があるわけですよ、日本政府の。はい。それ昭和天皇がですね、あの、もうご自身の言葉という形で出されているものがありまして、まあ、あの、もともと旧字体であったりするので読みにくいので、それをまあ現代語訳にしたものをですね、私個人の本にも載せてたんですけど、今回改めてこちらの本にも収録をしました。 これ、政府の公式見解ですから、日本政府の。はい。で、まあ、その後 GHQ がやってきてですね、あの、それ内容を、えー、っと、まあ、なかったものにしたというかですね、書き換えてしまったので、あの、この文章自体じゃないですよね。そうですね、歴史の事実を書き換えてしまったので、あの、見えなくなってるんですけど、まあ、そういったことも改めて載せました。まあ、これはね、もう公式見解ですから、当時の。 消せないんですね。消そうと思っても絶対消せないので、まあその辺のところはあの入れてたのと、あと、えっと、今年、えっと、賛成党の、参政党ブックという、ガイドブックっていうかね、簡単なパンフレットを作ったので、それも、あの、出版社にご無理お願いして、全部カラーで入れてもらってますので、まあ、全体の中に詳しく書いてあるんですが、まあそれを端的に言うとこういうことなんですよ、というような形で、非常にわかりやすく。 まとめられています。はい。まあ、今年は2月にですね、情報戦の教科書というようなもの、これはあの、私の単生で出させていただいたんですけど、こっちはまあ、あの、編書ということで、強調というかね、編書ということで、あの、皆さんの力も借りて、えー、まとめたものです。あの、まあ、時間結構かかりました。はい。けれども、なんとかね、6月の解散までに間に合わせないといけないということで、かなり、あの、みんなで急いで、えー、作ったというところがあります。今回は、 えー、1ヶ月ということはありませんでしたけど、まあ、2ヶ月半ぐらいで、はい。本ね、なかなか書くって、編集して、えー、まあ、編集じゃないな、遂行して、で、編集していってというのは、かなり大変な作業なんですけども、まあ、なんとか、あの、 みんなで協力してですね、作った一冊なので、これはぜひ賛成党に興味のある皆さんには一冊持っておいていただきたいなというふうに思います。まあ、おかげさまで、えーえー、っと、私、アマゾンは海外の企業なので、まあ、楽天ね、なかなか地域に書店がない方もいらっしゃるんで、楽天でお買い求めくださいというふうにお願いしたところ、本当に皆さん言うこと聞いてくださって、お願い聞いてくださって、皆さん楽天で買ってくださってるんで、あの楽天の政治ランキング1位で、 え、上がっておる状態でございますので、ちょっと、直近はもう下がってるかもしれませんけども、はい、しばらくずっと1位で、え、上がってましたので、え、また、ネットで買りる方は楽天等で買っていただくか。一番いいのは地元の本屋さんで買っていただくのもいいですし、あと、当員の皆さんありがたい方はですね、あの、地域の方に読んでもらいたいということで、図書館でこれ取り寄せてもらえませんかと、政治関係書籍ということで,ですね。言って、地元の図書館に頼んだら入れてくれましたと、入れてくれることになりましたと、いうことで、図書館で借りて読みましたと。 いう方もですね、いらっしゃいますので、まあ、いろんな方法あると思います。はい。買っていただくのもありがたいですし、まあ、とにかく別に我々営利目的で本、これ出しているわけじゃないので、要にでも多くの皆さんに読んでもらいたいということですので、ぜひその趣旨ご理解いただいて、皆さんの周りの方に広めていただきたいなというふうに思っております。 はい。まあ、今日はメイン、こちらの本の紹介をしようと思ったんですけども、ちょっとおまけというとあれなんですが、非売品を作りました。作りましたというか、当院さんが作ってくれました。賛、え、成、ー、党の言霊と,ということのタイトルなんですけども、これ非売品でして、何が書いてあるかというと、えー、2022年の1月ぐらいから我々が街頭演説を本格的に始めたわけですね。それまで賛成党が年間、街頭演説がしてませんでしたので、 え、まあ今年に入るまで、だいたい約2年間、2年間ないかな ?1 年半ぐらいかなの間の、私の演説でですね、当院の皆さんが、これは印象に残ると、これは、あの、いい演説だったというものをピックアップしていただいて、まとめていただいたものでしてですね、まあ賛成党のって言ってるから、まあ神谷総平の演説の、あの、ハイライト集みたいな感じでですね、え、できておりまして、だいたいそうですね、40演説ぐらいかな。 あの、50ぐらいあるのかなちょっと正確に番号打ってないんであれですけど、あの、それぐらいのが載ってましてですね、あの、芝公園でやった日報を舐めるなとかですね。はい。私も自分でない、まあ、言葉で怒られますけど、私別に、あの、演説の原稿を全く書いてないので、その時その時、あの、場の雰囲気とか、あの、調子の皆さんに合わせた話をというようなことを心がけて話してますけども、まあ、改めて、あの、各自で読むとですね、 あの、まあ、一貫してるところとか、あとはま、結構バリエーションのあるところとかあって、まあ、私自身がですね、自分の演説考えるときに使えるな、というような冊子になってます。これどうやったら手に入るんですか、ということなんですけども、ごめんなさい、宣伝ですが、8月10日の精神パーティーに参加いただいた方には、えー、お配りをしたい、というふうに思って ておりますえー、っと、多分 VIP 席みたいなところの方はもう、多分無料で。で、一般席の方ひょっとしたら販売ということになるかもしれませんが、あの、詳細、まだちょっとごめんなさいね。今日の収録まで確認しなかったんですけど、一応今度のパーティーに来ていただく方の分は、あの、用意しているというふうに聞いてますので、えー、配ることになるのか、あの、当日会場で販売するのかは、ちょっとわかりませんけども、まあ、一般で販売する予定今のところないので、ぜひ、あの、8月10日、記念品としてです、ね ですね。はい。あの、お持ち帰りいただくか、買っていただくか、していただけると、まあ、ありがたいな、というふうにおり、思っております。8月10日なんですけども、あの、もともと、もう選挙が近いと。だから、選挙のために、っていうことで、えー、秋の選挙ですね、あの、想定しない。6月も構えてたんですけど、お、ま、そ、あ、らく秋だろう、というふうに我々見ておりましたので、その選挙の前に、あの、パーティーをやらせてもらおうと。 ということで、8月10日を組みました。ただ、6月選挙になる可能性があるから、そうなると、選挙終わってもすぐっていうことになるので、あまり凝った企画はできないね、と。 いう形で考えておったんですけれども、あの、選挙伸びましたので、今もう一回、あの、企画を詰めています。えー、まあ、ゲスト講師呼んで話をしていただくっていうのはいつも通りなんですけど、まあ、7時間ぐらいありますんでね。そういった中で、まあ、少し関西なんで、えー、少し笑いも入れようかとかですね。そういったこともありまして、まあ、ギリギリまで、えー、そうですね、7月の 中旬、後半ぐらいは20日ぐらいまででしたら、ある程度スケジュールが動かせるということなので、ぜひこういうのをやってほしいというふうな声ありましたら、また支部を通じてあげていただければ。まあ皆さんにとにかく、あの、楽しんでもらうこと。そしてまあ、来てよかったなって学んでもらうこと。はい。学び楽,楽しみと学びと。これを2つですね、提供してですね。で、まあ我々としては、あの、それを対価として政治資金としていただいて、まあそれで選挙資金に充てると。 そういうことを考えておりますので、ぜひ8月10日、神戸国際展示場で行われます賛成党政治資金パーティー、来ていただきたいと思います。街頭演説等で申しておりますが、私4月ちょっと海外を何カ国か回ってきますので、その視察報告もですね、現場でできればなと思います。まあ今では行ってないので、どういった報告になるかはまだ未定なんですけれども、 えー、動画等を撮って、えー、聞きたいと思いますので、そういったものを含めてですね、まあ、いろんな問題ありますよね。パンデミックの問題、移民の問題、えー、それから、えー、選挙のお、ね、EU でも、そしてアメリカでも、選挙ありますんで、まあ、そういったところの問題ですね、えー、しっかりと、えっ、ー、と、調べて、皆さんに報告できればな、というふうに思っております。まあ、参政党が、国政政党として、他の政党と違いを挙げればですね、我々は、あの、グローバリズムですね、 はい。グローバリゼーションとグローバリズム違うという話何度もしてるんですけど、はい。グローバリズムはですね、やはり、あの、危険なところがあります。グローバリゼーションね、どんどん地球が小さくなっていく、みんなが繋がっていくということはもう止められないと思います。グローバリゼーションは。ただそういった中で、まあ、グローバルエリートというような人たちが考えるグローバリズムに対して警鐘を鳴らしていく。はい。それを国政の場に届けていくということが、まあ、賛成党の一つの大きな役割だというふうに思ってますので、そうなると、まあ、本当は国内だけでやっててはいけないわけですね。 はい。だから私はもっといろんな国に行ったりとか、どんどん情報を集めて皆さんに発信しないといけないんですけども、まあ、いかつて一人しかいませんので、それがまあできていなかったということです、2年間。けれどもまあ、このタイミングでですね、ずっと言ってきたことなので、もう本当に国政政党になってからやりますって言ってきたことは2年間できてなかったので、それをですね、あの、私は言ったことはやるぞという思いで、今回、強同軍ですけども、いろんな場所に行って、報告をしていきたいというふうに考えていると。 いうことであります。はい。あとはこれは前回も報告しましたけれども、7月、8月、9月とかけて、もう一度全国暗記をしていきたいと思います。まあ、こちらの本と被るんですけれども、やっぱり参政党がそもそもどういう思いで作られているか、どういうことを目指してやっているかっていうところですね、やっぱりまだまだ、あの、伝えきれていない部分があると思っていて、ここをですね、ぜひあの皆さんに改めて え、知ってもらいたい。それも、こう、私から伝えるんじゃなくて、あの、皆さんにもですね、一緒にこう、ディスカッションといいますか、ワークショップに参加してもらいながらですね、こう、みんなの総意をこう、まとめていく、っていうプロセスの中で、え、確認していきたいな、というふうに思っておりますので、はい、あの、当員の皆さん、それからサポーターの皆さん、対象に、え、全国回って、え、懇談会等を行っていきたいと思います。え、そういった案内欲しいよという方はですね、ぜひ、あの、サポーター、これお金も一切何もかかりませんので、 サポーターになっていただいて、えー、全国私行って皆さんとお話ししますので、えー、そういったところに参加をしていただいてですね、お話を聞いていただきたい、理解深めていただきたいなと思います。えー、っと、本を持ってきてもらえば、あの、サインも、別にこれじゃなくてもいいんですけど、あの、して回りますので、まあ、その辺もですね、もう時間に追われて去年の全国回りの時なんか、ちょっとサインは、あの、時間的なものがあるんでって言ってたんですけど、去年は、 一日に二件ずつぐらい回ってたんですね。詰め込んで詰め込んで。はい。今年はもうちょっと私の体力もありますし、皆さんとの交流大事だと思っているので、一日一件に届いておりますので、はい。あの、行ったら一日その件にいると。 いうことですから、あの、サインしたり、混乱したりする時間も取っていますので、ぜひですね、どちらの方に参加していただきたいなというふうに思っています。はい。えー、まあ、この夏はですね、こういったまとめたものを、あの、皆さんに配りながら、えー、ね、買ってもらいながら、えー、パーティーであったり、それからタウンミーティング、えー という形での交流会ですね。はい。でそういった形で、えっ、ー、と、全国に回っていこう、広めていこうというふうに思ってますので、えー、そちらの方を参加していただいて、まあ、賛成党っていうのはそもそもどういう党で何をしようとしてるのか。もう、これが一番大事ですから。はい。それを見失ってしまうと、本当に目先の選挙だけ、党利当略だけ、 という形の政党になってしまいます。もうそれだったらですね、私わざわざ4年もかけてここまで参政党を作る意味が全くないので、はい。何のために参政党を作って何をしようと考えているのか、そして皆さんと何を一緒にやりたいのか、それをお伝えしていきたいと思いますので、ぜひこの夏ですね、7、8、9、どっかで皆さんとお会いできればと思ってますので、お集まりいただきたいと思います。私からは以上です。ありがとうございました。 期待。